はい、おはようございます。ちょっと人が抽選と再生率でごっちゃごっちゃになってますけど、130名です。人数少なめなんでいい番号を引けるチャンスです。はい、おはようございます。じゃあ行きます。せいらーい。嘘でしょ？ 130人で113番でしたね。まあ、台数多いホルさんなんで、まあ、とりあえず何かしら取れるから中入って適当に決めましょう。無念。今日はね、狙い台何台か決めてて、ちょっとね、とある台取れたらね、いろいろ喋りたいことがあったんですけど、はい、おはようございます。さあ、自分の狙い台は2階なんで2階に行きましょう。さあ行きましょう。窓際もみんなユニメも入れてるし、ほんで、よいしょっと。ああ、やっぱそうだわな。セイクリッドセブンも取られてて、ああ、ブラックラグーンも取られてるんだ。わあ、すごいね。ウィッチマスターさんが3台あるんですけど、全部埋まってんだよね。ああ、じゃあもうバラエティ行きましょう。しょうがない。俺、狙ってた台全部埋まってる今のところ。バラエティは何があるのかな？いやもうじゃあ、地獄少女も取られてる。じゃあこれいきますか。なんかあんまりね、ちょっとだいぶ打つとね、みんなから非難と文句が飛んできますけども、ちょっと贅沢言えないんで乙女2いきます。これを打ちつつ、自分が一番打ちたかった台が開くのを待ちましょう。はい。レタウェブチャンネル、YouTube をご覧の皆様、こんにちは。レタウ編集部のコシアンです。今日は81回目ですね。収録させていただくホールさんは埼玉県所沢市にあるメガガーデン所沢スロット館さんになります。本日は2019年の一発目の収録ですね。他の収録はしてるんですけども、設定なんての収録はこれが初回になりますんで、まずは2018年の、まあ、トータル結果、そちらをご覧いただきたいと思います。どうぞ。まあ、何度かね、2018年もまあプラスでまあ終われてよかったかなっていうところなんですけども、まあ前回はね、スタドラでかなりボコボコにされてますんで、まあ今日はちょっと頑張ってプラスにしたいなと思ってるんですけどね。まあ抽選人数少ない割にはまあいい番号引けずに、まあ狙ってた台が何台かあったんですけども、まあとりあえずまだ好きなまあ乙女2トレでよかったかなと思うんですけどね。まあ周りの様子見つつ頑張って立ち回ってプラスにしたいと思います。それでは今年はしっかり立ち回って勝ちますんで、またよろしくお願いします。それでは、2019年一発目実戦スタートです。では行きましょう。1回目パチスロ戦国乙女2、深淵に輝く、気高き小生。いやー、皆様ごめんなさいね。またかと思う人多分いっぱいいらっしゃるんでしょうけども、狙ってた台が取れないだからしょうがないもんだって。ちなみに今日は第一候補はセイクリッドセブンです。まあ動画で打つの久々なんでいいかなとは思ってたんですけども、あのね、今まで分からなかったね、まあフリーズ確率とか、まあ、いろんな情報が解明したので、それをね、
お話したかったです。もちろんフリーズ確率だけじゃなくて、まあ個人的に、これどうなってんだろうっていう疑問点が要件あったわけなんですけども、まあその辺もね、解明したので、まあ自分ではね、かなりまあいいんじゃないかなっていうお話がちょっとできたんですけどもね、取れなかったですね、セイクルトセブン。普通はね、空いてますからね、100番とかで入ってもセイクルトセブンなんてなぜか埋まるんですよ、ほんと不思議。まあ、正直あの高設定狙って打つような台じゃないんですけどね、僕が言うのもなんなんですけども、伝わってないと思いますけどね、バイブ付きです。強手に、26ゲームここで当たるか。ちょっと下げれる？カメラさん下げれる？今日はね、秀吉カスタムしてます。はい。さあ、巨人ですね。早かった。投手が1本でございます。34ゲーム。さあ、入賞43ゲームですね。乙女ボーナス。さあ、設定変更後の、まあ広角もしくはスイカ引いたんでそこで移行したかわかんないですけども、まあとりあえず当たりと、まあせっかく打ってるんでちょっと一伸びするとこまでは頑張りたいですけどね、もしくは点火ポイント、最近6打目に合わないんで点火ポイントでね。まあ所沢さんは豆乗りで何回か収録させてもらってて、あとはサトシとのねガチ乗りでも収録してるんで、結構入るところにはしっかり入ってるタイプのホールさんなんで、まあそのあたりの動画見てくれた方が、まあ例えばウィッチマスターサンナイトとかだったらね、もしかしたら全台系で狙いに来てるとかもあるかもしれないですからね。まあ今日は一人なんで、まあちょっとしっかり周りの状況見ながらやっていこうかな。あとはね、設定なんて、今年初収録なんでね、楽しんでいきたいと思います。さあ、いくよ、白乱発はやめて、ダメそうっすねそして、終了画面は、ヨシテルと低設定で出やすい画面ですね。はいと、枚数が114枚、まあまあまあ当たり早めに引けたってことで今プラスですからね頑張っていきましょう。まあ一応第2候補とね、窓マギ2打ちたいなと思ってたんですけども、まあやっぱ窓1、窓2あたりは普通に人気があるんで取れなかったですね。もう本当に最終的に何も打つ台がなくなったらディスカップ打ちましょう。全然知識ないですけども、自分のビター力がどれぐらいか、まだ動画でねディスカップはね打ってないですからね、ツイッターの、まあ、動画とかで時々やってますけども、まあ前々から言ってますけど、全然、下手くそなんですけどね、チョークしてもできませんし、
ネタ溜まったんだけど、ちょっと待ってよ今9750溜まったんだけど、ちょっと待ってちょっと待って、まだ140ゲームしか回せないんだけど、いやどうなんだこれ、いきなり点火ポイント溜まっちまったぞ。目標の1個がいきなり達成しちゃいました。ただマジハラ5はな、ちょっと浅いで普通のリプレイだけですけども当たってましたし、いやどうだ、大丈夫だと思うけどな、さすがに豆乗りの時も、リセットがかかってましたからね。さあ行きましょう、天下統一、まあ秀吉でやってるんで、秀吉さんでいきます。さあ、全部で3戦あって、勝つほどに何かしら、得点もらいます。1戦目は、勝率 50%、勝てば乙女ボーナスですね。いいよ、よいしょ、よし。さあまずは1個目、ブイブイ。さあとりあえずこれで乙女ボーナスけど、次勝率 40% でございます。ちょっと私のターン、お追加投資ですよし、いいぞ、赤タイトルいけんじゃないかな。親方様いいよな、かわいいよな、超いい女だよなこいつ。 OK 大丈夫、下か、よし OK、 2個目。さあ次が、ラストで勝率 30%、 まあ543とね。で2戦目勝ってるんで、これで新乙女もゲットで、次勝つと、新鬼神来ますんで、さあここ最後勝負どこっすね。いやーめっちゃ普通だな、ダメそうだな。あーダメでした。まあとりあえず、ストック2個持ってるんで、138ゲーム取りたかったな。で、入賞140ゲームですね。ちょっといきなりね、9750ポイント貯まりましたけども、まあ朝一は多分合格スタートか超高スタートしてたか、まあ、合格スタートからの追加で、まあ、超高に上がったかとか、なんかそんな感じで強制が刺さってると思うので、多分変更はかかってるとは思いますけどね、豆乗りも勝ち乗りも、まあ、ライティもちゃんとリセットかかってましたし、まあ、前代かどうかはねやっぱり確認は取れてないんですけども、さあで次が、新乙女ボーナスですね、ストック分。これ動画で有罪バトル引けてないんだよな、豆乗りで1回引けたか。
確定画面がソーリンのままだわ。どっちも可愛いな。すんげえ迷うよね。さあ、入賞11ゲーム。さあ勝負はここからっすね。赤白か。いいぞ、頑張れ頑張れ。おっ、いいぞいいぞいいぞ。下下がいないか。よし、オッケー。多分オーバーキルなんで信号止めゲット。よしよし、いいぞいいぞ。何かの間違いでこいつ来ねえかな。よし、11ゲームですね。よー、3発かーい。17ゲームですね。続いてくれたおかげでモード B の可能性も出てきてるんで全然いいですね。おお、来た、グミ来た、グミ来た。確か80パーぐらい勝率自体はあったかな。ってことは赤ないか。さあグミ出てきてるからここはちゃんと勝ってほしい。さあガンガン行こうぜ。お、いいよ、親方さんも出てきた。よしよしよし、決戦行ったぞ。あ、チャンス目も引いてると。家康一人で勝てそうだけどね。まあ大丈夫だと思います。はい、オッケー。さあ乙女ボーナス。26ゲームですね。おー、強敵だ。いいよ。さあ、ストップの煽り前兆。カットに入った、いいよ。よーし、オッケー。さあ、強チェリーでストックもゲット。いいよ、いいよ、いい感じ。さあ、新乙女でしたね。この新乙女と普通の乙女ボーナス、この振り分け負けするとやばいからな。ストック分ですね。新乙女来い。
お仕置き。さあ、入賞8ゲームですね、新乙女。あそこありましたね、よーし、ゲット、やったぜ。お、新乙女かな、やったぜ。いいなぁ。4ゲーム、ストップですね。あ、またグミ来た、いいね。これ C ぐらいまで上がってないかな、まあ、たまたま B で 50% ボンボンでゲットしてるだけかもしれないですけどね。ガンガン熱っ、もう一度、よし、オッケー。鬼神討伐中の2段階ロカーの救済バトル確定です。あと勝ち確、倒れなくていいから、いいよね、この効かないの。よーし、やったぜ。やりました。うわー、すごい画面、すごい画面見ちゃった今。やった。さあ、OK、いきますよ、有罪。あ、そうか、有罪チャンスで、ここも勝ち確です。有罪バトルいきます。よしよしよし、では行きましょう。有罪チャンスですね。まあ本来であれば、10ゲーム間で、まあ、この有罪を撃破すると有罪バトルへ突入と、まあ、トータル的な勝利期待が約 50% と言われてます。さあ、ラスト。で、有罪チャンスで勝利すると、有罪バトルへ突入しますと、ストックの上の所得化ゾーンですね。じゃあ行きましょう。有罪バトル、まあ、保証は1回あります。で、継続率が、3種類あって、まあ、約 50%、66%、あとは 80% と。で、ヨステルが、ユーサイに勝ち続ける限り乙女ボーナス、まあ、もしかしに乙女ボーナスを、ストックしていくと、まあ、確かに8割型80、50% ルーブ選ぶんで、まあ、そんな続かんすけど。目標3連にしておきましょう。さあ、行きましょう。久々にやるな、有罪バトル。さあ、こっからっすよ。さあ、行くぜ。うわ、やばいやばい。
よし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 、あぶねいいよいいよ、あ、ごめんなさい、やっちゃった、あの弱攻撃だったので普通にやっちゃったわ。最初みたいにさっと避ければいいのに。いいんじゃない、これ 50% じゃないんじゃないかな、これは。確か金枠金枠のセリフだと 80% とかそんな長さもありますよね。あ、終わっちゃうかな。毎回食らってるもんな。よし、十分だと思います。 80% じゃないんでね、まあ 80% だったかもしれないですけども、まあまあ全然十分。よーし、さあ即4個持って、再び、鬼神ですね。この最中にモード D まで上がらないかな。さあ入賞何ゲーム、78ゲームですね。でこれ消化してる間にまた有罪バトル突っ込ませようかな。おととしの、大晦日ですね、オールナイトの時に、乙女2で、フリーズ引かれた方がいらっしゃって、その時18個ストックしてましたね。80% でも18個はストックできんよ、すごかったな。けど今日最初に言ってた天下もやったし、有罪バトルやりてえなみたいな話も叶いましたし、だいぶ満足したな。もうこれ連チャン終わったらやめちゃってもいいね、これ。よし、最後で萌えカットイン出てきてるんで、次、あ、ストックあるのか、継続確定かと思ったんですけど、できれば新乙女がいいな。よーし、やった。5ゲームさあ、エンディングいっちゃいました。乙女シリーズはあのパチンコの乙女5もそうなんですけど、あんまりね、いい話っていうか、あのストーリーの流れにね、救いがないんですよね。大体こうってのお話はなんか最後にこうハッピーエンドみたいなのがまあ多いかなと思うんですけど、基本的に最後に悲しくなって終わるんですよね。さあ、速がなくなりました。ただね、めっちゃ出てんですよね、もう十分すぎるぐらい。さあ、でグミもいる。まだ4戦目ですからね。で、新騎士の煽りで出てるんで、煽りではモード B 以上が確定です。ただこれもうグミもいるし、いくんじゃない、これ
行かないんだ行かないんだ。まあまあとりあえず、B 以上ですね。さあこうもう一回ロック2段階来ねえかな。でさっきね、あの熱いっていう、ナビが出てきたんですけども、あれがなんかあの燃えってナビだと確かロック2段階確定だったはずなんですよね。熱はどうだったかな。熱は確か勝利確定なんだったかな。ちょっとごめんなさいね、知識はあやふやで。まあ組に出てて5機なんで大丈夫だと思うけど、よし OK ピヨン、よーしやったぜ。いいよ、秀吉ちゃん強いね。エア役21ゲーム、よーしとけ。振り分け勝ちしてますね、新乙女ボーナス。さあ行きましょう。ちょっとかなりなんか勝負どこな気がしてるから、できればもうちょっと続いてほしい。後ろか、ガン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 、追って、うん、ダメか。で家康よしも終わったな普通に。優待バトルのおかげで、10セットの、新乙女10セットで乙女ボーナスが3セットで、2580枚でございます。うん、2000たまったまあちょっとここが降格かもしれないんで、やっちゃいましょうか。あ、やった、秀吉ちゃんもマックスになった。うおーすごい、天下ポイントがもう5000もいったうわ、今日ね、天下ポイントがやばい、もう今8400たまりましたよ。これちょっともう一回やりますね、天下ポイント1万いくまでめっちゃたまりが早い、すごいな、めっちゃ運がいいよ。今日は乙女ボーナスもそうだし、天下ポイントもそうだし、いいとこで2段階ロック引くし、今日はいいね。おお、いいよ。さあ最低でもボーナス期待度 50%、 あら大外だ。あ、ジャックチェリーで2段階6なんで当たりました。この感じがまさか、この人にあなた方ができるかわかりません。
全長も短い、96ゲーム今日はね、展開いいね、めっちゃ楽さあ、入賞110ゲームですね。さあ、乙女ボーナス。さあ、秀吉ちゃんで連チャンしたから、今度は総理でやってみましょうか。ストックですね。もう一度予約。お、死んだ。やったぜ。さあ、11ゲームですね。さあ、行くぞー。緑白ちょお、いいよいいよ、先にどうせ連れて行ける。続いてくれました、369枚。まあ点火ポイントがもう8570あるんで、打っちゃいますね、このまま。さあ、しばらく何も起こらなさそうなんで、今年の設定なんての、まあこの設定なんてでの目標、行っとこうかな。まあ目標っていうほど大したもんじゃないんですけども、まあいつも通りね、まあ見てる人がまあ楽しめるように、まあ自分も楽しむと、まあこれはまあ当たり前のことですけども、やっぱ大事にはしたいなと。あとはあんまりね、みんなが、まあみんなっていうと、まあ出ちゃうの人間はじめ、まあ他の動画もそうなんですけども、あんまりみんながね、やっぱ打ってないような台で、こいつ実はめちゃ面白いですよっていうのをやっぱ伝えれたらいいなと思いますね。まあわりかし、まあそっちの方が多いかなとは思うんですけども、まあ、ただ最近ね、やっぱりね、出てきているのがまあ6号機ということで、下をね打つとね、どうしようもないんですよね正直な話、何にも起こらないんで、なかなかむずいですよね。まあ、あと今出てきてるね6号機が
高純造系がやっぱメインで出てきてて、まあ、正直あんまりね得意じゃないっす。お、トクリプノットに赤富士行ってる。これは熱い。まあ、どっちかって言ったらね、こう長く遊びたいタイプなので、こう打ってる時はね、勝つにしろ負けるにしろ、こうできるだけ楽しみたい。やっぱ順走早いとね、楽しい時間が短いんですよね。どうしてももうしょうがないんですけども、だからいろいろ触りはしたんですけども、やっぱちょっとまあ正直に言うと苦手かなっていう。まあ、あと下打つとね当たらんすよね。まあそんな感じは装填とかはまだ一生で公約芸ができるから、まああれがね6個溜まってる時にどんどん減っていくとすんごいちょっとビクビクってするんですけど、まあなんとでもなるタイプではあるから、まあ装填はまだね下でも当たるかなとか思ったりもするんですけども、まあ当たりましたね。これ大丈夫だと思います。ただね、今度大都議県さんからねリゼロが出るんですよ。純増約8万って言われてる。もう装填とか鏡なんか目じゃないぐらい早い。いやー、打たざるをえんよな。まあもう多分この動画アップしてる頃にはもうホール出てるかな、もしかしたら。もしかしたら演習早くしてくれてまだかもしれないんですけども、まあ多分打つと思います動画で。よし、OK、もらった。イエーイ。今日当たりがめちゃ軽いな。トクリプも仕事するし、他の景気も仕事するし、点火ポイントも思います。2回目で9100ですからね。はい、そい、レバーオンだった。リミコ。さあ230、トクリプからですね。さあ入賞234ゲーム。で乙女ボーナスと。まあそんなわけだから何かしらでね、やっぱりこう。まあ、失礼な言い方をすると、まあ、マイナーというか、まあ、スルメ台といいますか、まあ、なんか見つけてこう魅力をお伝えできたらなと思うんですけどね、なかなか出てくるかな、出てきてくれるといいけどな。まあ、今日のね乙女2、まあ狙い台が全部2回だったんで2回来て、まあそのまま取っちゃったっていう流れなんですけど、打ちたい台が本当なかなか取れん。まあいい番号引けない自分が悪いんですけど、さあ行くよ。白か。ダメっすねこれ。いや。
うーん、寄せてるか。さあ、スイカ、終わりました。来ないね、ワンセット91枚で寄せてる画面と。ああ、そうか、設定なんての動画でもう一個目標があったわ。窓巻きのワンで、収録中にフリーズを引く。ついにあの台も、あともう今の段階で約8ヶ月か、いまだに弓目も捨てる状態でフリーズが引けん。ダンス目と、おい、ウィッチマスターのフリーズでもちょっと泣いちゃったからな。収録中に窓ワンのフリーズ引いたら号泣するかもしれん。ユニメもしてないときはね、2回引いてるんですよ。まあ、ちょっと目標がね、なんかしょぼいなーって。まあ例えばね、100万再生する動画を作るとか、まあまあいろいろあるとは思うんですけども、まあ自分が好んで打つ台がね、万人受けする機種じゃないですからね、ほとんど。まあ、もちろんね、いっぱい再生された方が見てくれてる人が多いんで嬉しいですし、まあいいんでしょうけど、まあいろいろな意味でね。まあもちろんあの目標にしてないわけじゃないんですけども、まあより多く再生してもらいつつ、こう自分らしくね、台の面白いところをやっぱ伝えていけば、国立2連続、まあそのうちみんな見てくれるかなと。でももう遅いけどね、もう何年やってんだって話だし。あれ、これあれかな、ちょっとね、ごめんなさいね、言いたくないんですけど、もしかしたら、積もってるかもしれない。186ゲーム特に無線、入場191ゲームですね。さあ、単発やめて。よし、いいぞ、緑だ。その間ね、さあ、また単発です。
51枚ですね。これ続けると減るんですよね。で家康よしもと降格か。さあ来たよ、2回目の天下ポイントでございます。早いな。よし新規新取るぞ。まあ今日カスタム秀吉さんで捨てるんでこのまま行きましょう。頑張るよ。どうかな、いくよ。お、赤ふすま。まあ大丈夫かな。頑張れ。よし、OK、 50% 突破。ブイブイ。さあ 40% 取れるかな。いや普通だな。ダメか、ボタンも何も出てこないですね。残念、なかなか3つ目をじゃ取れんね。さあ今回は127ゲームで乙女ボーナスのみと。132で天下ポイントから乙女ボーナスと。お願いなんで単発やめて。当たってるので出玉がどんどん減ってるからね今。はい、白続かんな。ノードエイジャーきついもんな。さあ単発ですと。来ねえな。ワンセット42枚。さあどうしましょうね。天下ポイントもなくなっちゃいましたし、ちょっと周り見に行こうかな。ただ朝市の抽選自体は少なかったんですけども、あの所沢駅の前っていうこともあって、その後ものすごいお客さんが入ってきてもうパンパンなんですよね。ちょっと周りの様子を見に行きたいんですけど、あのね、マジで空いてないです。例えば今いるバラエティコーナー、まあ、ちょっと映していただいてバンと空いてるのが、まあ、3棟ぐらい。でちょっと他のコーナーも見に行きましょうか。でその奥にある窓巻きのあるコーナーなんですけども、まあ、ここも、まあ、空いてないで、センコレが1台空いてますけどね。ちょっとセンコレはねどうかなと思うんですよね。でここがまだちょっとあるかな、まあ、ここ二大島とか三大島なんですけども、 HOTD が1台空いてますね。で1階の絆がこうガーッと奥まであるんですけども空いてない。手前が結果ね。で、その隣の島が聖夜と、
鏡と番長3ですかね、今そこの鏡が開いてない、うん、開いてない、せいやも今席立たれたけど開いてない。あらすごい、おきどきでもおきどきすら埋まってるというわけで、もうね開いてないんですわマジで。何にも本当にもう何にもっていうことはないんですけども開いてねえな。だって点火ポイントも終わっちゃったしな。まあちょっともうちょっと打ちましょうか。200超えてないしね、まだね、何言っても。さあ3000ゲーム消化とともに、400のゾーンに入ったけど降格にはこうせなさそうですね。さあ点火ポイントも1750だし、どうしよっかな。今日ねちょっとずっと行ってなかったんですけども、徳島に移動があるんですよ。で飛行機を最終のに乗るって考えて もう4時半にはもう全部終わってないとダメなんですよね。でもあと1時間しかないんで、で1時間だともし最大天井までハマった場合にむむ、ほとんどでも当たりはするんですけど、そこまで持っていくことができるんで、消化する時間がねないですね。というわけでじゃあちょっと一回もう乙女ツアーやめときましょうか。ここでじゃあちょっと店内状況見ておきます。まだ時間的には全然早いんですけども、ちょっと僕の時間が、ないので今見ておきましょう。まだ、15時、45分過ぎたぐらいです。で僕の右2つに時刻少女あるんですけども、今ちょっとねレンチャンしまくってで、ね、ウェディングドレスが、まあ、出ちゃってるんですけども、まあ、後で、全体のスランプグラフもちょっと見ようと思うんですが、僕が見てる限りチャンスゾーンの一番下ミスランの私が1回も出てないです。もう絶対この時点でもう下じゃないです。もう言い切っていいと思います。あの本当1とか2だともう見知らぬ私しか出てこないんでチャンスゾーンがね。で、バラエティの戦後コレクション2今4500枚ほど出されてますけども、6角出てるとさっき聞かせてくれました。頑張ってほしいですね。前はねラブキューとかもあったんですけども、その時もしっかりねあいちごちゃん出てきたりとかしてるんで、バラエティもね全然可能性はありそうな気はします。でウィッチマスターが3台、ちょっと前の信頼で、入ってるんですけども、最高デランバ3400枚で、まあ、古代プラスでお隣が1400枚持ってますけども、プラマイ0くらいでしたね。今やめられる感じかな。で一番左の方が、デランバ、今2200枚持っててプラスなんですけども、ちょっとフリーズいかれてるんで最初の方でちょっと何とも言えないですかね。でフェアリテールが2台あるんですけども、マミン乗りの時は、かなり強い印象だったんですけど、右の台は、しっかり設定差のある、青い方のねボーナス何回か引かせるっぽいんで、もしかしたらちょっとワンチャンあるかもしれないです。で窓マギのコーナーがね、出玉感はだいぶあってプラスの台も非常に多かったです。そうなんかね窓2と窓1であって、今2500枚デラマ持ってて、その隣の窓通が、今1600枚と、で後ろが今、3400枚持ってて、隣がまあ最高ですけど2500枚と、ちょっと変わられてる感じなのかなこれだと、まあ、もしかしたらダメでやめてる可能性はありますね。で窓マギド1は人がね何台かは変わってるんですけども、出玉は結構あると、2700枚、でその隣はあんまりなくて、で、現状の出玉はないで1600枚で、後ろが、3000枚と1100枚と1400枚と、1400枚
1万8空いてますね。金枠の人が打ってたので、まあ、多分ダメだったのかな。まあプラマイゼロぐらいで、まあ、ちょうどやめてますけども、窓は確かね半分ぐらいプラスだったと思います。で僕が一番狙ってた、セイクリットセブンは逆転に。さあ、右側が今2700枚ジャラマン持ってますけども、ちょっと ARD のハサあたりが何回されてるかが、分からないんですけども、引き戻しは2回されてて、レギュラーで葵が出てると。で中段チェリー1回引いてるということで、多分もう上しごろはあっていいんじゃないかなと思います。でお隣も、今1100枚ほど持ってますね。下皿流せるんでやめられる感じなのかな。あとはね、バラエ、この三大設置のところは、三大二台か。ラグーンがね、今1400枚。で、お隣が今空いてて、4000枚。で、そのお隣が今7000枚持ってて、さらにバレマンで、残り678ゲーム。これまんまいきますね。それではもうちょっとだけまだね、時間がありますので、まあ、ノーマルタイプというかディスカップがね、2、4、ロノー、ハノーと12台回ってすごい活気づいてるんで、ちょっと開くのをここで待ちましょうか。じゃあ最後にモニターでちょっとスランブルアフ見ときたいんですけども、陛下が1回ですね。でちょっとね見にくいんですけども、向かって一番右にある紫が、今日のスランブルアフで、前日の最後のところからつながってるんで、この始まりから上にあるとプラスっていう見方ですね。でプラスが1台2台、3台4台5台6台7台と、ちょっとなんか6っぽい感じのスランプがあるには見えないんですけども、まあ、プラスは多めと。で次は窓マギ、窓かマギか A とありますけど、これ初代の窓マギですね。窓マギ1、プラスが1台、2台、3台、これプラスかな。これ3台4台5台と、まあ半分ぐらいプラスか。で窓マギ2、プラスが少ないかな、半分プラスかけど、1、2、3台4台あるのか、プラス4台ですね。窓2はプラスの方がまあ多いと。でウィッチマスター、なんでウィッチマスター3台に増やしたのか分かんないんですけども、僕は嬉しいですよ、増えてて。でこれフリーズ引かれた方ですね。で真ん中がちょっとマイナスになっちゃいましたね。で一番右綺麗ですね、これね、うまいことやられてるんでしょうけど、また初当たりがねこんだけ稼げてる時点で、まあ可能性的にはありそうな気はしますけども、6かそれ以外からの見抜き方しかできない台なので、まあちょっとどうなんだろうな。で地獄少女、これですね今日のグラフ。あのね、まあ、最後がちょっとだいぶレンジャーして伸びてますけど、そこなしだったとしてもこんな出方ならないです。あの低設定はもっと沈みますから、今のところまだあの例えばカレーシャツとかペンギンとか出てないっぽいですけども、これは上あっていいと思います。ね、僕の乙女2ですね。まあここかこうか、まあ投資が2本しかしないんで全然沈んでませんけども、まあ正直ね、あのトクリップがしっかり当たってくれてるん で、あとレンチャンのモード選択がどう考えても A と B しか選んでないんで、まあ偶数でもしかしたら6なのかなと思ったりもしたんですけども、
ちょっとね広角が弱いかなっていうのと家康よしもの画面が多いんで、まあ4かなっていうね。時間があればまだ全然打ってるんですけどもないんで、はい、という感じで目立ったところはこんな感じかな。とりあえずバラエティにもねしっかり入ってそうな感じはありますし、で窓マギもしっかり入ってますし、上窓2もね上ありそうだって言ってお話ししてた方いらっしゃいましたし、ただ地下にある台がもうちょっといいと最高なんですけどね。この辺の C2 とかアルズとか地下にあるんですけども、ちょっと所沢さん地下が弱い感じがあるので、そこが強いとね嬉しいかな。いや今日はちょっと徳島移動あるんで時間がなさすぎてかなり残念ですね。さっきもちょっとセイクルドセブンが来そうな感じだったんで、打ちたかったんですけどね、また今度朝からしっかり打って解説したいと思います。実戦終了です。お疲れ様です。で最後はねディスカップちょっと待ってたんですけど、やっぱみんな大好きみたいでね、開かずに時間が来てしまったので、もうちょっとワンビッグ引いて、もし仮にねエイリアン出たら大変なことになっちゃうんで、まあ時間が来たんで、実戦終了となりました。というわけで結局乙女2だけでしたね。ちょっと稼働が本当に朝1、1時間しないうちぐらいからもう一気に上がっちゃって、もう本当にちょっとまともに打てそうなのもなかったんで、結局ね立ち回れませんでした。すいませんでした。で、今日の結果は、投手が2本で47枚勝ちなので、94枚で回収が、2445枚というわけで、プラスの2351枚。今回はねとりあえず、まあ、これでいいやぐらいの気持ちで座ったんですけどもね、まあ、3000ゲームちょっとでテンガーポイント2回溜まって有罪バトルも1回できて、かなり展開よく、いきたので、そこがまあ強かったかなとは思います。で2019年、この調子で頑張っていきますので、また今年もよろしくお願いいたします。ただ前回の負け全然取り返せてないからね、次もしっかり勝ちますよ。あとは狙い台がね取れるように頑張りたいと思います。それでは、次回82回目でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。